はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロスゾーン2、前回の続きからやっていきたいと思います。これは今度は何キャラだ。あ、下ワルキューレだな。こいつは誰だ。ワルキューレさん、お邪魔しています。神竜の巫女チキさん。チキ、天の使いがこの地に何のご用事かしら。この世界のことはこの世界の人たちが決めることよ。分かっています。だからこそ私は来たのです。つまりこの世界とは無関係のものが入り込んだとでも。その通りです。魔人カムーツ、かつて至宝である黄金の種を奪い、マーベルランドにて私が打ち果たした相手です。打ち果たした。それを追ってというのはおかしくないかしら。悪は滅びずということなのでしょうか。再び復活を果たしたのです。そしてそれだけではありません。様々な世界でおかしなことが起きています。それが金色の鎖と時空の門です。金の鎖というのはわからないけれど、時空の門、絶望の未来とつながっている魔法陣ね。その門がマーベルランドにも現れたのです。そんな、確かにこの世界は異界とのつながりがあるわ。でもあの門は事実です。実際私に追われたカムーズはその門からこの世界に逃亡したのです。わかったわ、ありがとうワルキューレ。その魔人を探せばいいのね。いいえ、それは私がやります。お互い干渉すべきではないでしょう。ここへは今起きていることをあなたに伝えるためだけに来ただけです。それは感謝するわ。でもそれだけでは済まないよね。何？敵か。お、これは屍兵。この邪悪な気配は屍兵。絶望の未来からやってきた邪竜ギムレイの兵士。その世界とつながる時空の門が他の世界にも現れたなんて由々しきことね。調べる必要があるようですね。今世界で何が起きているのか。魔人カムーズの復活も無関係とは思えません。ふう、心が休まらないわね。それに向こうからまだ来るようよ。もうワンサカワンサカ出てくんなこのゲーム。これはなんだ、イルカみてえな化け物か。見たことがない怪物だわ。新しい屍兵。この敵は見たことがあります。こことも、マーベルランドとも違う世界で。なんですって。じゃあどこからだというの。俺たちの世界、テルカ・リュミレースってとこからだよ。知らん、そんなとこ。何の作品だ。テルカ・リュミレース、あなたたちは何者。目的は私たちかしら。おっと、族なんかじゃねえぜ。女に切りつける剣は持ってねえから安心しな。ユーリ、これあれじゃん、テイルズオブ、テイルズオブなんとかだよ。私は帝国、テイルズオブなんだろう。これはやってないからわからない。彼はユーリ・ローベル。我々の世界を脅かす者たちを追ってここまで来ました。ユーリさんに、ブレンさん。ナバールやボグマンを思い出すわ。この剣士たちはワルキューレの知り合い。はい、異世界の友人たちです。この敵とあなた方がここにいるということは、ああ、星見？ん？ハミの残党を追ってたんだが、急に現れた魔法陣みてえなもんに飛び込みやがってな。他の世界にその脅威を広げるわけにはいかず、我々もそこを通り追ってきたのです。ワルキューレ、そっちの姉さんは何者だ？随分変わった気配しているみてえだが、古の時代より生き続ける。神竜族の末裔、マムクートのチキさんです。神竜族、つまり長い年月を生きてきた、竜の力を持つ種族の方ということですか。そうなるわね。だけど。お、なんだ？ん？私はまだ力が完全には戻っていないの。そのせいもあって、すぐに眠く。スピー。おいおい、敵の前で寝るとか、どういう神経してんだよ、このおばさん。おばさんなの？むにゃむにゃ、お姉さん。さすが、神竜の巫女、特殊な能力をお持ちですね。どうやら、チキさんは戦えないみたいだ。僕らだけでやろう。ユーリ、
ワルキューレさん。では、お二人を援護します。敵は、これなんだっけ。なんとかの眷属と屍兵です。気をつけて。樽があるな。樽割れそうだな。チキさんに敵が近い。時間をかけられないぞ、ユーリ。わかってるって。バラバラに動かれる前にまとめて片付ける。これだったらさ、三人まとめて行動するより、各人が動いた方が効率いいんじゃないか。XP を 100% 消費する必殺技攻撃の他に2体以上の敵に強力な攻撃を行う複数攻撃があります。なるほど。複数攻撃。マップ中にスタートでターゲット選択モードにした後、AA と決定して発動します。最大選択数と複数技攻撃を使用できるようになるタイミングはキャラごとに異なります。ミラージュキャンセル。かっこいい。戦闘中に敵を通常技で攻撃しているときに B で XP100% 消費して、攻撃を途中で中断してすぐに次の攻撃を行うことができます。大ダメージを与えられる必殺技攻撃に複数技攻撃と使い分けて強敵を撃破しましょう。おお、もうシステムがすげえ難しいな。この、これ何？光ってるやつ。ん？みたいなになってる。何このびっくりマーク。ちょっと行ってみよう。あー、XP が増えたって感じね。複数攻撃は、スタートを押して、ん？両方とも射程内にいないといけないのか？スタート？ SP マーク A。 え？ちょっと待って待って待って、2人になってる？いまいち画面がわからんな。あ、なってそうだな。発動しよう。お、勝手に攻撃してる。一応倒したな。みんなで勝ち取った勝利。お前は関係ないだろ。おお、しかも 2A し。とりあえずあの樽を割りたい。まあ一応こっちには来んのか敵。もう草むらみたいなところ入れんのか。あ、入れるな。まず樽を割りたいからこっちにいよう。あんまり時間をかけられないなとも言ってたな。でも XP がないとダメなんでしょ。まあ、ちょっとずつ進んで敵を倒していくか。よろしく頼むぜ。ほら、あ、左下に普通にヒットポイント乗ってるな。もうすぐ減ってくから。ゼロの時しか見てなかったけど、レベルが2になった。 OKOK、 ふう、あと一息ってところか。油断するな、ユーリ。何か来る。この気配、まさか。何かを感じ取ったか。なんだこいつ、炎マンみたいな。人間が嫌がるか。おいおい、腕が4本もあんのかよ。おまけにあの面、相手すんのはちっとばかし骨が折れそうだな。マジカムーズ。カムーズなんだ。カムーズかと思った。なんてこった、よりによって。あいつらがしつこすぎるからだ。誰のことを言っているんだ。ワルキューレさん、こいつは一体。カムーズ、かつてマーベルランドを荒らし回った魔人。一度、いえ二度にわたり倒したのですが、またマーベルランドに現れたのです。復活した魔人。そんな奴がなぜここに。何でもいいさ、悪党退治なら手を貸すぜ、ワルキューレ。そうですね、お手数をかけますが、この機を逃したくはありません。調子に乗るんじゃねえガキども、また暴れられるチャンスが来たんだ。簡単には。お待ちなさい。あ、なんだてめえは、寝てろ。そうしたいのだけどね、あなた何か持ってるわね。な、なに？チキさんが起きるほどのもの。カムーズ、あなたはまた魔法のアイテムを。ち、こいつか。やはりかなりの値打ち者らしいな。それは、それはなんだ。その炎の台座、返してもらうぞ。次から次へと。これは、お
れんぞ、化け物め。よりによってこの神竜の大地に逃げ込むとは。君、追いついてきやがったか。チキさん、ご無事ですか。大丈夫よ、クロム、ルキナ。私はそう簡単にやられたりしないわ。あんた寝てただけだろうがよ。この方々は騎士。いえ、この雰囲気、そして気品は。正解よ、ワルキューレ。彼こそはイーリス星王国の王子クロム、そしてもう一人がルキナ、クロムの実の娘さんね。娘？ファイヤーエンブレムはイフしかやってないですからね。やめとけってフレン。いわゆる大っぴらにできない事情ってやつがあるんだろ。いや、チキ、説明を省きすぎだ。誤解を生むだろ。お父様はそのような裏表のある人ではありません。不器用でもいい人なんです。ルキナ、気持ちは嬉しいが余計に混乱する。簡単に言うと、時間を超えて未来からやってきた子孫ということよ。未来から？にわかに信じがたいですが、しかし現に我々も異世界からやってきたわけですし、それなら確かに辻褄も合う。わかりました、信じるしかなさそうです。最初からそう説明してくれ、チキ。この剣士の方々は味方なのですか？初めてお会いしますけど。一人はワルキューレ、古い知り合いよ。あと二人も異界からのお客様ね。異界から？やはりここ最近現れている魔物たちは。てめえらいい加減にしやがれ。やるのかやらねえのか。おっと悪い、忘れかけてたぜ。ああ言ってるがどうするんだ。すまない、力を貸してもらえるか。ま、乗りかかった船だしな。俺はユーリ、こっちの堅物はフレンだ。よろしくお願いします、この世界の王族の方々。はい、よろしくお願いします。必ず炎の台座を取り戻しましょう。け、よその世界か。こりゃ面白くそうだな、ワルキューレ。そのようなことにはなりません。私が収束させてみせます。魔人カムーズと言ったな。炎の台座を戦乱の種にはさせん。そのような運命は変えてみせる。プロローグ5、炎の紋章。おお、あいつがいる。じゃあこいつに上の方の樽を割ってもらうか。あっちに来た。あれ、みんな向こうに向かった。炎くんがこっちに来たな。とりあえずこいつはちょっと樽を割りたいからな。でこいつはこのままこの樽を割って、おりゃアップル組だ、やった。でこいつに攻撃をしつつ、すげえ完全に炎だな。触ったら熱そう。ヒット目って800くらいでしたね。俺に勝つのは100年早い。この勝利、屍兵が来るかな。あれ、あいつもしや狙いに行ったか。反撃しとこう、倒せる時に倒す。今度はこちらから行きます。939か、ヒットポイント。まあ普通に攻撃してれば倒せんな。まだまだ全然。ユーリ、今の戦い言いたいことがある。腕が鳴るぜ。あいつは動かない。割れないか、まだ。どうしようかな、あいつはちょっと近づくのを待とう。まずは樽が最優先だな。これ攻撃してこないか。こいつは攻撃してくるでしょ。攻撃してこない。何なんだ。じゃあこの樽を割ってアップルグミゲット。樽はもうないかな、あそこの上のやつだけで。使命を果たす。なんかめっちゃ囲まれそうだけど、じゃあ意外にね寄ってこないからな。反撃しよう。 SP ってどうやって回復するんだ。お父様、
に出ましょう。行くぜ。ここだ。おーら。うん、基本攻撃2回で倒せんな。少し無駄が多かったな。訓練バイタルスター S。 あ、攻撃してきた。後ろか、後ろからってことは反撃しよう。630。勝負はこれからです。これは大丈夫。リンゴ、何アイテムだ。あ、来た。どうしよう、完全防御しとこう。効かんよその程度ではな。とりあえず樽を割って、さあ行くぞ。開けろ。オレンジ組でこいつを倒そう。お父様の足で、ま、普通の攻撃でいいでしょう。レベル2。一緒にやるか。どれだけ強くなったかとかさっぱりわかんないからな。できれば後ろから行きたいから。神聖の剣。お、カタカタカタ。すごい。先行。そう。乙女の騎士の名のもとに。おら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 。ワゲンランドじゃんこれ。ビッグの術で締めくくります。あ、私の腕が未熟なばかりの。残ったか、半分くらいは減らしたな。でもこれはどうするべきか。反撃はできるな。 SP100 あるし反撃しよう。958結構食らうな。勝負はまだ終わってない。これ普通の攻撃と何ら変わんないのか。使おうじゃ必殺技。行くよユリ。決める。遅れんなよ君こそね、ユリ。これが武神蒼天波。残ったか。490。追加ダメージはなしか。じゃあちょっと後ろからぶん殴って。オーケー。一応最後まで攻撃はしようとすんだな。今なんかグラディウスっぽいやつもいなかった。レベル3。グッ、こいつらカムズ、ここで撃ちます。そうはいかねえんだよ。オラん、何をした。炎の台座を投げた。おのれ、今だ。逃げ方が普通に歩いていくからな。逃げやがったか。見かけによらずせこい手を使うぜ。奴は逃がしたが台座は取り戻せた。今はそれでよしとするしかないな。異界から来た怪物、この地に何が起きているのでしょうか。なるほど、異界。テルカ・ユミレースにマーベルランドか。異界にも様々な地があるのですね。行ってみたい気もします。どこもいい場所です。戦いさえなければ。その戦いこそが他の世界にきっかけってものも考えてみりゃ皮肉な話だな。確かに僕たちだってこれらだけ星組の眷属が逃げなければここまで来ることもなかっただろうね。どうあれ助けられたことに変わりはないわ。お礼を言わせてもらうわね。ありがとうございました。でもワルキューレさんは宿敵を。いえ、その力を持つ盾、炎の台座でしたか。それが奪われなかっただけで十分です。かつて黄金の種が引き起こした悲劇、起こさせはしません。これから君たちは、そちらに現れたという時空の門は気になるか。それを調べるためにもテルカユミレースに戻ります。私はカムーズを追います。もう別の世界へ逃げたかと思いますが、私たちもこれから各地を回り何か異常が起きていないか調べてみます。じゃあここでお別れだな。民を泣かす真似はすんなよ。西王クロムさんよ、肝に銘じよう。さらばだ異界の友たちよ。では失礼します。またどこかで。
さようなら皆さん、今日のご恩返せる日が来ることを願っています。完全に顔見せだな。まだまだこれで終わりというのならそれが一番いいのだけれど、あまりいい予感はしないわね。いやいやいや、だってまだプロローグですよ。プロローグ、本編が始まってすらないっす。お、これでとりあえずプロローグが終わりそうだな。その先に待つもの、それがどこに収束するのか今は誰も知らない。そして舞台は現在、封鎖都市渋谷へと移る。渋谷っていうのはやたら現実的っすよね。プロローグ5。これでじゃあ本当にプロローグが終わった感じかな。これなんか次のあれが出てきてないから、わかんないな。敵ターン中に B を押しっぱなしにすると早送りできます。そんな小ネタが乗ってくるとは。というところで、じゃあプロローグの5が終了しましたので、今回はこれで終了したいと思います。